かつて神々の戦いがあった。古き神々と善なる力を司るゼルクの神々の戦いであった。天を裂き地を砕くその争いはこの世の全ての力を歪め地に深く傷跡を残した。数千年の長きにわたったその戦いも神々の消滅という形で幕を閉じることになる。それからさらに気の遠くなるほどの長い年月を経てその地に人類が誕生した。しかし今なお存在する神々の残した傷跡は相対する二つの勢力を形成し人類を闘争と殺戮の歴史へと導いた。人々はその傷跡、歪められた不可思議な力を魔法と呼び、崇め、恐れていた。神々の切り裂いた大地の中で、最も大きい大陸、ハラーマ。繰り返し起こる戦乱、暴動、飢饉。その秩序は皆無であった。しかし、その混沌とした歴史にも終止符は打たれた。オカレスク、あたかもこの世の救世主であるかのように語り継がれる男。彼の築いた広大な国ムアール帝国の人々は彼のことを英雄とも神とも呼んだ。しかし始祖オカレスクの御世から数百年の時を経た現在、代を重ねるにつれその血を継ぐ者の数も減少する傾向にあり、ムアール帝国は衰退の一途をたどっていった。そんな最中、くしき星々に導かれて二つの命が生まれた。一人は風の時に、一人は水の時に。この物語はエフェラとジリオラの熾烈な戦いの物語である。うざったい子ね。いくらあんただって鎖じゃぶっちぎるわけにいかないでしょ。ちくしょう、こんな目に遭わせやがって。自業自得でしょ。私はあの時止めたんですからね。何か入ってるかもしれないから食べちゃダメだって。私はね、とってもお腹が空いてたの。ジーラ、あんた本当にお姫様だったの？だから空腹には慣れてないんだよ。じゃあ聞くけどさ、エフェ、あんたはどうして逃げなかったのさ。成り行きってとこかな。あんたを置いてくわけにもいかないしね、ジーラ。ガルこのままだと私たちも奴隷市場行きだぞ。オーリンが来るわ。オーリン？うん。この船に乗ってんのか？忍び込むのを見たわ。もしかしてあんたわざとそのこと話さなかったわけ？忘れてたのよ。エフェ！オーリン。オーリン、この船は今どのあたりを進んでるの？もうすぐ外を見えてる。脱出するのですか？もしそうならば私も一緒に連れて行ってください。どうする、エフェ？はっきり言っちゃうと足手まといよね。ただでとは言いません。報酬はお支払いします。連れて行ってもらえないなら大声を出します。
騒ぎが起きて困るのはあなたたちでしょう。エヴェ、これって傭兵としての仕事だよね。はあ、仕方ないわね。ボートまで走るんだ。見つかっても絶対止まるなよ。あっ、あのガキども。幻。あなたは魔術師なのですか。いいから急いで、私の魔術長続きしないのよね。何やってんの、早く。しっかりしろよ。大した傷じゃないんだからさ。イブリ、イブリ、ルビエラ。あんたが死んじまったら、私ら契約違反になっちまうよ。お前たちの力になれない不甲斐ない兄キリアンを許してくれ。しっかりしろ。おい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 、いいな。私こういうのって人嫌いだ。ご決心がつきましたかな、ルビエラ様。いえ。いけませんな。せっかくフォーダにいらして公母様をご応報なさらぬとは、私の立場がないではありませぬか。先においでになられたキリアン様もルビエラ様のおいでを待っておられますぞ。誰の許しを得てこの部屋に入られた、セルディオン男爵。これはユリオン様、ご機嫌麗しく。なぜ貴公は姉にフォーダ教への入信を進めるのです。我ら3名がこのフォーダへ来たのは、グラフトンとフォーダの友好のため、フォーダ教へ寄進するためではありません。これはこれは失礼の段、お許しを。ではこの話またの機会にしますかな。油断のならないやつだ。それよりユリオン、私ゆうべキリアン兄様の夢を見たの。胸を血で染めている兄様の姿を。え？ねえユリオン、どうしてあんな夢を見たのかしら。
大丈夫、キリアン兄様は必ず帰ってくる。そしたらクラフトに戻り、三人でまた静かに暮らせる。甘いですな、セルディオン男爵。これはシャーガン公、いつの間においでになられた。それほど公母様のもとへ連れて行きたいのなら、軍務大臣である貴公の権勢を行使すればよいでしょう。公母様は自ら望むものとしかお会いにならないのですよ。ルビエラ姫にはご自分の意思でおいでいただかなくては。しかしあの程度の娘なら、このフォーダにも。いやいや、ルビエラ姫ほどの類まれなる資質の持ち主は。これは少々おしゃべりが過ぎましたな。公母様がお呼びなので失礼。いいな。御意、必ずやルビエラ姫を公母様の身元に参上させますゆえ、今しばらくのご猶予。これは見事な演歌玉石じゃな。ウーテの紋章か。さすがムアール帝国ただ一人の後継者ジリオラ姫のことはある。それ私んじゃないよ、もらったんだ。でも約束を守れなかったから返そうと思ってさ。このペンダントとキリアン、ユリオン、それにルビエラだったかな、この名前で何か分かりますか。なんじゃ、久しぶりに会いに来たのかと思えばそのようなことを尋ねに来たのか。やれやれ、なんとも薄情な娘たちじゃのう。オリン、え、薄情とんでもない。魔族最後の生き残りのオーリンはちゃんと大事にしてますよな、オーリンで、何かご存知なのですか。そりゃグラフトンの三兄弟じゃよ。そのぐらいのことならわしに聞かんでも、このフォーダじゃったらそこらを歩いてる者に尋ねればすぐにわかるわい。そっくりじゃない。グラフトンは多産系の種族でな、この三人も三つ子じゃよ。グラフトンって、ああ、ここがフォーダ、ここがムアール、そしてここがアゼンダ。この三つの国に囲まれた山岳地帯にあるのがグラフトンじゃ。北山脈に守られているためムアールの侵略は受けておらん。そこの王子やお姫様がなんでこのフォーダに。前の戦役でフォーダに敗れたために人質を出さなければならなくなったんじゃよ。しかしグラフトンにこのペンダントがあったとは意外じゃ。ん、
これはただの石ではない。夢石や。中に星がある。夢石？何それ？三つの星が流れている。一つは落ちたが、白い星と青い星が残りの二つについておる。白は強制、青は二つに分かれた双子星じゃ。それって占い？これはお前さんたちの未来じゃ。つまり三つの星がグラフトンの三兄弟、青い双子星が私とジーラっていうわけね。白い強制って？残念ながらそこまではわしにも読めん。どうしました、グルクロウ？いや、何でもない。ふーん、白い星は強制か。ま、いっか、どうせ返しちゃうんだから。ありがとさん、グルクロウ。それじゃ、グルクロウ。エフェラ、白い強制は大きい。近づくな。わしは今でもお前を弟子だと思っておるぞ。グルクロ。夢石、グーテの紋章、そしてあの二人、不思議な絵にしじゃ。ないよ。あんたたちに伝えることがあるんだ。このような真似をしなければ伝えられぬことなのか。キリアンは死んだよ。これは兄様の。あなたはどこで兄様と会われたのだ？奴隷船の中さ。奴隷船？どうしてそのようなところで。兄様はフォーダの神殿で禊の最中のはず。キリアン様は余計なことを知りすぎてしまったのですよ。セルディオン、貴様が兄様を。ほほう、女だてらに剣を振るうとは勇ましいレディですな。もうジーラったら何してんの？用が済んだらさっさと戻ってきてよね。逃げるよ。なんなのこれ。邪魔だよエフェ。絶対ジーラと縁切るからね。しつこい。あんまりしつこいと女の子に嫌われるぞ。お久しぶりです、ジリオラ様。ゲッシャーガン。てめえ、こんなとこで何してんだよ。お探し申しておりました。よく言う。私はあんたの顔なんて生まれ変わっても見たくないんだよ。しかしこのようなところでお会いするのも何かの縁でしょう。さあ、私と一緒に祖国へ帰りましょう。こうとも、このフォーダから出るのは不可能。どこまでこの騒動に首を突っ込むつもりなの？グラフトン公国にそこまでする義理ないじゃない。だってさ、ほっとけないじゃん。かわいそうだよ。おお、あんたらしいセリフ。
でもなんだってシャーガンの野郎がフォーダなんかにいたんだろう。多分フォーダとムアールが手を結んだのね。それを知ったためにキリアン王子は奴隷船に乗せられた。どうしてそんな面倒くさいことしたの？殺しちゃった方が早いのにさ。グラフトンの血筋には時々兄弟の誰かが死に至るような傷を受けると同じような痛みを感じてしまう勘の鋭い子供が生まれるそうよ。きっとルビエラ様も。あ、ジール！しまった！フォーダのやつ崖を降りてきやがった！やろう！レディのお相手はこの私がしましょう。ここは私に任せな。頼むわ。多勢に無勢だ。素直に降伏したらどうだ。クソったれ、誰に向かって言ってんのさ。今度はその首切り落としてやる。コーボ様、諦めの悪いやつだな。いい加減覚悟しな。こら！卑怯者、逃げるな！ジーラ、ちょっと体お願いね。え？リダレンすんの？あんた。はっ！あ、あたしだって忙しいんだってば！嘘！女の相手にしてたら命がいくつあっても足りない。もうやめて。あなたのせいでこの子はむごい仕打ちを受けているのですよ。もうやめて、やめてください。私が公母のもとへ伺えばよいのでしょう。そのような言い方では心が足りませぬな。わかりました。お願いします。公母様のもとへ連れて行ってください。かしこまりました、ルビエラ姫。ほら見ろ、だからその怪我じゃ無理だって言ったろ。平気です、ルビエラのことを思えばこれしきの傷。しかしルビエラたちはどこに拉致されているのでしょうか。ここか、出なきゃ迎賓館だね。見て見て、さっきの奴らだ。様からのお達しである。先日来より我がフォーダを訪れていたグラフトン公国のルビエラ王女が今夜
フォーダ教へ入信するために神殿に入ることになった。以後は私たち同様、巫女として公母様のもとで修行を積み、いずれは公母様の後を継がれるものとなられるであろう。残念だ、急がなくちゃ。それにしてもユリオン王子と間違えてさらってきた小僧が思わぬ役に立ちましたな。あの姫であれば誰を使っても同じこと。ところで、あの小僧の処分はもうお決まりかな。いいえ。でしたらこの私にお貸しいただけませんか。何をするおつもりかな。ああ、参ったな。前より警備が厳しくなってるぜ。ねえ、フェイ、また例のやつで人さんに起こしてくれない。ダメ、あの巫女たちがいたんじゃ魔術は使えないわ。ま、こうなったら正面突破しかないんじゃない。頼りにしてるわよ。お待ちジーラ。もうすぐゴーノ国が始まるわ。これでしばらくの間動きやすくなったわ。あんたここで待ってんのよ。なんて言ってないわ。ただあんたみたいなドジに行かせたくないの。ああ、お待ちしておりましたよ、ジリオラ様。死んだらただじゃおかねえからな。聞いてんのかよ。おい、こら。ユリオン。この子たちが可愛ければ一つ交換条件を飲んでいただきたいですな。なんだよ、お前と一夜の契りを結ぶっちゅうのだけは絶対に嫌だからな。そのようなことは時が来れば自然となるもの。私が今欲しいのはエフェラ殿のお力ですよ。私に神殿の様子を探ってこいってことね。エフェラ殿は賢い、だから許せるのです、ジリオラ姫との仲を。神殿の中、私の愛しい娘、おいで、おいで。
いけませんな、ジリオラ姫。そのようなお言葉を叔母上のロディア公女殿下がお聞きになったら、さぞかしお嘆きになるでしょう。関係ないね。私はムワールに帰るつもりなんかさらさらないんだから。そのようなことを言って許嫁を困らせないでほしいですな。許嫁だって気持ち悪い手で触るなよ。てめえいい加減にしろよ。ユリオ、そいつの持ってる鍵を取って。眠れ眠れ、私の愛しい娘たち。手間取ったが、それも今夜で終わる。セルジオン男爵、大変です。捕らえていた女が逃げ出して神殿にやってまいります。何、つける資質を持った娘を手に入れたという矢先に。あんた、ルビエラ姫をあんな化け物にするつもりだったの？エフェ、ここは私に任せて、あんたはルビエラを助けに行って。くぅさえご乱心なさらなければ、このハラーマは今頃我がフォーダの手中にあったものを。ふざけるな、あんな化け物を使っててめえの都合よく行くと思ってたのかよ。余計な手出しをする者さえいなければな。て待てー、クリアリー様の敵。さらくさいはこぞ。セルディオン、てめえよくもやってくれたな。Oh!
お眠り。誰の声も聞こえない。お前は私のもの。ルビエラ、起きて！ルビ、私の声じゃルビエラ姫に聞こえない。キリアン兄様、申し訳ありません。ユリオンはルビエラを助けることもできずに、キリアン兄様のおそばへ行くことになりそうです。死んじゃダメユリオン。ルビエラ姫を助けられるのはあんたしかいないわ。僕がルビエラを、私が中継ぎしてあげるから、ルビエラ姫に呼びかけて。ルビエラ、ルビエラ、目を覚まして。ユリオン、戻っておいで、ルビエラ。どうしてユリオン、ここはとても暖かくて気持ちがいいのよ。私の娘、心配はいらない。安心してお眠り。ルビエラ、そこから出てくるんだ。キリアン兄様と三人でまた一緒に楽しく暮らそう。キリアン兄様、キリアン兄様もそこにいるの？ああ、いるとも。耳を傾けてはいけない。私以外の声聞いてはいけない。奥にははっきりと見える。ユリオ、本当なのね、ユリオ。お眠り、私の娘、お前は私のもの。ルビエラ、戻っておいで、ルビエラ。ユリオ、ユリオ、ユリオ。ルビエラ、無事だったんだね。私を一人にしないで。一人になんかするものか。約束しただろう、一緒にグラフトへ帰り楽しく暮らそうって。僕もキリアン兄様もいつもルビエラのそばにいるよ。ユリオン、ユリオン、ユリオン、ユリオン。あのお姫様、これからどうなるんだろう。王宮なんてどんなに家臣がいても寂しいところだもんな。私、前にもこんなことがあったよ。エフェー、待てよ。一緒に行こう、エフェー。あんたとだったらさ、どこまでも行けそうな気がするんだ、私。ジーラ、私もあんたとだったらどこまでも行けそうな気がするよ。私お腹すいちゃった。なんだ、あんたって怖い。少しは我慢なさいよ。今回のことはみんなあんたのその意地汚さから始まったんでしょうが。何よ、空いたぐらいでそんなに怒ることないじゃない。つまんないことすぐ怒るエフェラなんて大っ嫌い。私もうジーラみたいな無神経知らない。走り
Let's go. いつも君が眩しく